ブリーチ GC 黄昏にまみえる死神。ゼ・アンデッド。よっしゃ、着いた。誰もいねえ。このまま一気に奥まで行くぜ。なんなんだよこのデタラメな冷圧は。ガンジュ、ハラタロ、先に行け。わかった、後から来いよ。やっと来やがったか、黒崎一護だな。なんで俺の名前てめえ一体。一角から聞いてんじゃねえのか。11番隊隊長ザラキケンパチだ。お前と殺し合いに来た。黒崎一護バーサスザラキケンパチ。ザラキケンパチ、こいつが黒崎一護だな。てめえと殺し合いに来た。いざ尋常に勝負。たまんねえな。うわっ、まだだ。うわっ、うわっ、うわっ、そらもっとれ、うれつがってきそう。おもしとれ、覚悟で。うわっ、うわっ、おもしれ、終わりだ。しっかり見てけよ。こいつが俺の残骸だ。天佐残月。勝ったのか。ジ・アンデッド。正気の一つや二つ見つけたぐらいで霊圧を緩めるんじゃねえ。なんだ、俺はやられたのか。こんなところで死んでられっかよ。俺をもう一度戦わせてくれ。俺はルキアを助けなきゃいけねえんだ。ジ・アンデッド2ライズ&クレイズ。戦いたいか、勝ちたいか、それとも生きたいか、どれだ。勝ちたい。聞こえんな。戦うだけじゃ意味がねえ。生き残るだけじゃ意味がねえんだ。勝ちたい、勝ちたい。いいだろう。もう一度チャンスをくれるのか。ありがとう、おっさん。黒崎一護バーサスザラキケンパチ。残月のおっさん、俺に力を貸してくれ。できるだけ長引かせてこうぜ。おい、いざ尋常に勝負。たまんねえな。まだだ。せい、そら、おもた、うれ、あのシャリー邪魔だ、失せろ。くらえ。へい、おもしろい。覚悟いいぞ。月が転送。そら、おもた、うれ、うわ、うれ、うわ、
こ。おもつれ、覚悟だ、覚悟だ、ロボ。くらえ。天気で天気で天気で。おもた月が来た。勝負あり。悪いな、まだやられる気にはなれねえんだ。ジ・アンデッド2ライズ&クレイズ。音が止んだ。霊圧も消えた。二つとも。死んだのは誰だ？わからぬ。石器石の乱反射で霊圧の痕跡がかき消えてゆく。なぜだ？私のために流れる血などあっていいはずがない。私は本当に血を流してまで救う価値のあるものなのか。教えてくれ、カイエン殿。すまぬイチゴ、少し遅れた。派手にやられたの。じゃが相手があのザラキケンパチでは仕方ない。相打っただけでも大主君じゃ。案ずるな、わしがお主を死なせはせぬ。ホワイトタワーロックス。ケンパチをイチゴに任せ、四神楼に潜入したガンジュと花太郎はついにルキアの元へたどり着き、ルキアとシバ家の因縁を知る。お前の兄シバカイエンは私が殺した。好きにしろ。お前になら私は殺されても文句は言うまい。ちくしょう。やめてください、ガンジュさん。こんなことしに来たわけじゃないでしょ。助けに来たんじゃないですか。なんだ、何か来る。あれは朽木白夜、六番隊隊長。ダメだ、勝てるわけがねえ。いっそのこと命乞いでもして見逃してもらうか。何言ってるんですか、ガンジュさん。逃げましょうよ、ルキアさんと一緒に。バカ野郎、逃げ道なんてどこにあんだよ。腐ったれ。ふぅ。悪いな、兄貴。あんたの仇討ちは、とりあえず後回しだ。憎むんなら、仲間を見捨てて、逃げるような腰抜けに、俺を育てなかった。姉ちゃんも、なんでくれ。行くぜ、お坊ちゃん。てめえの相手は、この俺だ。シバガンジュ、バーサス。朽木白夜。行くぜ、お坊ちゃん。貴様、芝家の者か。いざ、尋常に勝負。千遍万か。ふん。ふん。千遍万か。ふん。千遍万か。貴様。ふん。ふん。なんだと。なんだと。なんだと、貴様。こっちだ。なら貴様。ほらよ、遅いな。こっちだ、天変万化。いや、うん、しばしき釈迦戦だ。なんだと、遅いな。しばしき釈迦戦だ。敵を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 敵
勝負あり。しばけの男は引かねえ。ホワイトタワーロックス。その頃、夜市に連れられたイチゴは治療を受けていた。夜市の正体に疑問を持つイチゴに、わしは真の姿を明かすのだった。いやー、すまんすまん、服など久しく着ておらんかったものじゃから。ついな。猫だと思っていた夜市さんが人に変身。なんだかトラウマになりそうだぜ。わしがこの姿になれたからこそ、お主を乗せて飛び助かったんじゃ。つまらんこと気にするな。いや、十分気にするところだ。細かい男じゃのう。とにかくこれで天使兵装のありがたみがこのレアツは、あいつは朽木白夜。潜在球の方か。待て、イチゴ、何をする気じゃ。潜在球にはガンジと花太郎が向かってる。俺が行かねえで誰が助けるんだよ。デニーザシャドウ。白夜、あれは誰だ。無関係だ。少なくとも今 K の頭をよぎった男とはな。奴は何者でもない、ただの旅客だ。私が消す、それで終わりだ。この些細な争いの全てが終わる。黒崎一護バーサス朽木白夜。行くぜ朽木白夜。大層な口を聞くな小僧。いざ尋常に勝負。そら ここだ。ここだ。月が転送。遅い。ダメ。月が転送。貴様、終わりだ。しっかり見てけよ。こいつが俺の挽回だ。天差残月。勝負あり。本気出しゃこんなもんじゃねえぞ。なるほど。どうやら思っていた以上に腕を上げたと見える。仕方ない。ならば貴様がその力にうぬぼれる前に見せておいてやろう。千年あがいての埋めようのな、決定的な力の差というやつ。ダメだ、イチゴ。いえ。散れ。
あれは仙台音月堂総司令、およ同第一軍隊軽軍総括軍団長、司法院夜市。夜市さん、助けに来てくれたんだろ。サンキューな。でも悪い、どいててくれ。俺はそいつを倒さなきゃならねえんだ。倒す？お主が？あやつを？愚か者。デニーザ・シャドウ。強力な麻酔系の何かを内臓に直接叩き込んだな。彼を治す気か、夜市。浮き竹。させぬ。K はここから逃げることはできぬ。ほう、大層な口を聞くようになったの。略野望。お主が鬼ごとでわしに勝ったことが一度でもあったか？ならば、試してみるか。その程度の瞬歩で逃れられると思った？その程度の瞬歩で捕らえられると思ったか？春心夜市、まだまだお主らごときに捕まりはせぬ。インセインウィートラスト。不要な戦いを避けていた瓜生と織姫。しかし目の前に現れたのは。ここまでは無事に来たけれど、今度の相手はそうはいかなそうだね。うん、あの面白顔の人、すごい冷圧。面白顔、面白いことを言う女だね。研究対象とでもなればなおいいんだがね。井上さん、三点決戦。ほう、こりゃ面白い術だね。その盾どうだね女。私のもとで研究材料として働く気はないかね。ふざけるな。ほう、クインシーか。悪いが、私はもう君らの研究は終えたんだよ。もう君らには興味がないんだ。なんだと？君の相手は私でなくてもいいだろう。しまった。他にも仲間が。井上さん、逃げるんだ。12番隊隊長及び技術開発局2代目局長黒土真由里。隊長から逃げられたら研究対象として興味が深まるよ。井上織姫 VS 黒土真由里。私はあなたを許さない。ああ、早くドロドロになるまで調べたいね。いざ尋常に勝負。固定斬首。許さないよ。ほら、ほら、君の命運は尽きたよ。はっ、私は拒絶。えいっ、はっ、はっ、やあ、答えよ。ほほほ、主婦。ほら、君の命運は尽きたよ。ほら、ほら、えいっ、はっ、主婦。ほら、ほら、ほっ、ねえ、こっち、はっ、ほらほら、私は拒絶する。
やあ痛い、はい、集合、はい、やっ、やっ、やすまし、はあすまし、保健斬新、は、えい、痛いよ、痛いよ、いや、えい、勝負あり。あなたは傷つける相手を間違えたのよ。インセインウィートラスト。私は負けない。ごめん井上さん、大丈夫かい？うん、大丈夫だよ。よかった、ここは僕に任せて潜在球に向かうんだ。ダメだよ志田君、この人強い、一人じゃ。今は議論してる余裕ないんだ。黒崎のやつがヘマをやらかさないうちに誰かがフォローに行かないとね。石田君すぐに追いかけるから、黒崎と他のみんなに早く合流して。分かった。インサニティ&ジニアス。やれやれ、君には興味はないんだがね。言ったろ、クインシーの研究は終了した。希少種とはいえもう用済みなんだよ。一番最近のは薄汚いじいさんでね。このじいさんが研究の間中弟子だか孫だかの名前をずーっと呼んでるんだよ。気味が悪くてね。写真見るかね。どうせ研究後の写真だから原型をとどめちゃいないがね。なんと言っていたかな。どうも私は研究を終えた者に対する興味が。死の名前を教えてやろうか。ウリュウ、石田ウリュウだ。この人が石田総家、僕の師であり実の祖父だった人だ。ほう。で、井上さんがいなくてよかった。この戦いは彼女にはとても見せられそうな。クインシーを誇りにかけて僕はお前を殺す。石田ウリュウバーサス黒土真由里。クインシーの誇りにかけて僕はお前を倒す。ほう、クインシーか。いざ尋常に勝負。痛いよ、痛いよ、痛いよ、はい、うわっ、くそ、痛いよ、おお、はっ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 、君の命運は尽きたよ、うわっ、ほら君の命運は尽きたよ。くそ、ほらほら、くそ、はい、ほらよっほ、くそ、ほらねえさ、バカが、ほらほらほら、乱戦天外、はい、乱戦天外、痛いよ、はい、この夜間逃げられない、はい、ほらこの夜間逃げられない、は
勝負あり。先生、インサニティ&ジニアス。くそ、自ら液状化して逃げるなんて。井上さんは無事だろうか。無事ならば必ずここへ向かうだろう。この潜在球へ。黒崎、佐渡くん、夜一さん、ガンジュくん、みんなちゃんとこっちへ向かってるだろうか。みんなと合流するためにはここで待つしかない。なんでこんなに暗いんだ。あんなに塔は白いのに。